How's it going, Conduits? It's Infamous, and I can't believe we actually live in a timeline where Digimon Survive has finally released. I'm super excited to play this. It was first announced back in July of 2018, and now, here in July of 2022, it is finally out. Well, by the time I post this, it'll probably be August, but still. Nonetheless, I'm excited, and I hope you guys are too. Make sure you like and subscribe, and without further ado, let's get into it. よし、思いっきり戦うぞ。 こいつ、ダメ。この子たちをこれ以上傷つけさせるわけにはいかない。 お姉ちゃん！大丈夫、あの光向かうのよ。そこから。やだやだやだ。何してるの？早く。
抑えられない。お前がいなくなったら俺、あなたはどうか無事に帰って。おはよう。昨日寝れた？今朝地震あったよな。うん、マジでビビった。教育史跡ってどの辺でしたっけ？ちょっと待ってね、こっちに詳しい地図。おはよう。あ、もうびっくりさせないでよ、ミノルくん。ごめんごめん。朝から元気だな。ミユウ、そろそろ起きろよ。おいミユウ、飯が冷めるだろう。お、あいつまた一人で。ベイ。あ、雪？取るよ。おい、邪魔だろ。ごめんなさい。チッ、わあ、態度悪。そんなんじゃ女子に嫌われるよ。うっせえな。続いてニュースです。今朝5時ごろ、鹿部市で震度3の地震がありました。これ、ここじゃない？落石事故が起きており、警察や消防では地域に警戒を促しています。ここは一体。群発する地震により土砂災害の危険がありますので、引き続き鹿部市近隣にお住まいの方。おいおい、見学先の安全性とか大丈夫なのかよ。よし、みんな、そろそろ出発の時間だ。引率の OB の言うことをよく聞くように。遊びに来たんじゃないんだぞ。時間厳守で行動すること。てりゃ。たくま？ああ、なんでもない。今日は史跡巡りだっけ？あんま面白くなさそうだよな。ミノル、まあそう言うなよ。こら、二人とも、そんなこと言ってはダメよ。遊びに来たんじゃないって。はーい、
葵さんごめんなさい。もうまたそうやってふざけて。葵さん、今日ってどういうコースになるんだっけ？今日はそれとここ、それにここもかしら。ミノル君はキャンプの趣旨、ちゃんと分かってます？ああ、この土地に伝わる伝承とか土着信仰とか、なんか独自なものがあって、まあ、俺にはそこまで面白くはないけどな。クマくんだけが頼りよ。ミノルくんの家事を取ってくださいね。いや、僕もミノルの保護者ってわけじゃないし。ああ、どうしたんだ？ほら、まただよ。また落石事故のニュース。ああ、ここのところ連日よね。大丈夫かしら？いや、それもだけどさ、ちゃんと見てよ。これ今日見学に行くところの近所だよ。あら、本当だわ。はい、皆さん落ち着いて。大丈夫です、大丈夫。何か問題がある際には先生からちゃんと指示がありますから。安全確保に関しては先生方や保護者の皆さんでちゃんとやってくれているはずだし、大丈夫だから。本日の目的地の石へ、さあ向かいましょう。ああ、まだやってるよ。二つも年上の高校生に失礼なこと言わないの？はーい、葵さん。ミノル君は私が上級生ってことも忘れてはいないかしら。葵さんも俺が下級生ってこと忘れてない？もっとさ、こうこらーってさ。そんなの私にできるわけがないでしょ。さ、そうだな。春って感じだよね。本当ね、自然が豊かな場所。綺麗な景色だけど、ずっと見てるわけにもいかないよな。みんなに遅れないように急ごう。ちょっとくらい見てても平気だって。お、あんなとこにサキとリョウがいるぜ。先に史跡へ向かっていたのね。Thank you.
ね。し満開の桜を前にして舌打ちって人としてどうかしてる。まったく、こんなにもうららかな校外学習日和。そんな日和聞いたこと。この桜、綺麗ね。葵さん、知ってる？
桜の木の下にはね。うん、そういう、それより私たちも。みんなが向かった方は、なんでパトカーが。まいったな。どうやらここ。ああ、ほんとだ。立ち入り禁止のテープも貼ってあるわ。もしかして。だったらやっぱ心配してた通りじゃん。困ったわね。史跡まで行くにはここを通らないと。だから、どうしてミノル君は予習してないの？ほら。その獣神ってのが。俺にはピンとこねえんだけどな。仕方がないわ。ここはひとまず引き返すしかないの。引き返す前に何があったのか、あそこで話を聞いてみようぜ。あれ、あんなところにリョウとサキだぜ。先に行ったと思ったらあんなところでよ。それよりよいか、よろしいかな。たたりって今くだらね。そう、無遠慮で態度の悪いよそ者。この神聖なる山は獣神様を待っ、ういそれと足を踏み入れて良い場所では。何が獣、大方わけのわかんねえ石とか木彫りの熊みてえなのを拝。りょうったら、ちっちゃい女の子には強気に出ちゃって。バンチッ、田舎もんって失礼。この辺りにはね、じゃーん、新しく建てられたまがいものじゃなくて地元の神社って、普通は古事記に載ってるような。かそれかお稲荷様とか、そんなのかな。違う違う、地元の人しか知らないような不思議な。けうちもさ、こっち来てからはじありますあります。ともね、ミュウ、お姉ちゃんは。私はさっき。それでこっちの態度悪いのがりょ。ねえねえミュウちゃん、その地元の人しか知らない神社、あんな、え、そりゃなんだ、物好きだな。そんなもんある。あるって。だってほら、見学の予定なくなっちゃったし。ひ、戻ってもどうせ穴埋めの教材学習でしょ。りょうだってあれ苦手。りょうもさ、ついでに見に行かない。き、くだらん。くだらなくなんてない。そうかいそうかい。みゆ
だったらそこ案内しなよ。嘘だったら承知しねえぞ。史跡の代わりの校外学習になるわけもないでしょうに。いや、そういう殊勝な目的じゃないと思いますよ。大体何の神社かもわからないのよ。勝手に。わからないの？本当に地元の人しか知らない神社なのか。なあタクマ、うん、面白そうだな。そうそう、俺もそう思ってた。ちっ、うっぜーのが来やがって。獣神様の神社？面白いいよ、人数多い方が楽。ありがとう、よろしくね。こちらこそよろしく。つーか何こっちの話立ち聞きしてん。お前らは仲良しグループで真面目に課外学習をやってろよ。さあ行くぞミュウ。まあまあ、もう寮ったらめんどくさい性格し、ごめんね。ミノル、タクマ、アオイちゃん。ねえ待ってよ、りょう、みゆちゃん。ああ、とにかく僕たちは次にどこに行けばいいか、それかこのままこ、それはそれで面倒なんだけどな。それよりも何があるかわからないし、やっぱりサキさんたちを追いかけないと。そうだね。なんだか暗くて薄気味悪いと。ああ、それに、なんだか。ちょっと。まさか、心霊スポット的なあれだったり。やめてってば。そんなことより、二人。サキさんたち。おーい。あ、誰。ほら、シュウジさん。ダメじゃないか、みんなとはぐれてしまっては。すんません、でもサキとリョウがこの先に行ったみたいで。まったく、リョウ君も年長者としての自覚を持ってほしい。名簿にサキ君たちの電話番号があったはずだから、とりあえずかけてみる。にしてもさ、あの女の子が言ってた。さあ、もうミノルくんたら、この地方に伝わる獣の姿をした神様だって教えてもらったじゃない。あの子を他では見たことないって言っていたから、きっとこの土地の珍しい動物。それが神様になってたたりを起こしてんの？うそだ、そんなのあるわけない。昔の人はわからないことを神様のせいにしたのよ。それでお供え物を、きっとその神社も今はほとんど人が来なくなっちゃって。ま、そんなもんだよな。ダメだ、サキ君だけでなく。そっか、こんな山の中じゃ。で、君たち確か、それはこの辺には、あ、地図に載ってないからどこを探し。仕方ない、とりあえずリョウ君、サキ君たちをこのトンネルの先だね。よし、
じゃあ一緒に涼くんと咲くんを連れ戻そう。って言ってもどっちに行けばいいのか。なあ、誰か近づいてきたぜ。すまないが、そこの君たち、俺はここら辺に住んでるもので、今妹…妹さんを？ああ、あいついつもフラフラと妹は、なんていうか…そんな女の子は…サキたちと一緒にいたミウってことは、イメージがだいぶ…ミウ…お…ミウちゃんってあの子よね、猫耳みたいな帽子をかぶった小学生くらいの。ああ、そうだ。え？俺たちが見た子はもっと頭のおかしい子だったよな。ちょっと…いや、でもあれを人見知りとか守ってあげたいとかは違うだろう。お前らの評価なんてどうでもいい。それで、ごめん。俺たちと一緒にキャンプに来てるやつと、それで俺たちはそいつらを…そうか、またあいつが勝手にあそこには入っちゃいけないって言われてたのに。俺はカイト、よかったら君たちと同行。目的は一緒のようだしな。いいぜ。それに神社の場所を。ああ、だったら俺が道案内しよう。ここで生まれ育ったわけじゃないにせよ、もう何年か住んでるからな。その神社の場所なら知っている。任せてく。俺はミノル。そんでこっちがタクマで、僕は引率の修士。よろしく頼むよ。なあ、みんな決まってるだろ。今ならさ、北国でもないこの場所で何を言って。え、本当だわ、雪。季節外れのなんていうには、ちょ、確かにこっちじゃ先週も降ってたな。地元じゃ異常気象だって。最近あちこちでそんなニュースを見かけ。おい、なん、寒い。このままここにいては危険だな。僕が。それよりすぐそこのトンネルに入りませんか。これじゃ校舎。確かにそうね、室内じゃないけどこんな場。それもそうだな。君たち、こん…葵さん、大丈夫？大丈夫。雪のせいかしら。ここ外よりも。ミウのやつが一緒だったなら気にせず進んだろうな。暗くて足元も悪いから慎重に進もう。本当に真っ暗だな。でもこういうの、ほら、あそ。でも確かにこれじゃ危ない。うわっ、もう、いきなり大声出すなよ。ごめん。これは、こんなところに。もしかしたら。そういえばさっき、あそこには入っちゃいけないって言われてた。ああ、この村じゃたたりがあるとかって。なに、うわ、やばいな。外はだいぶ吹雪。3人も危ないんじゃないか。
急い、そうだね、急ごう。あれ、吹雪は？そんなに長いトンネルじゃないのに、どういった？ラッキー、すっかり呼んでるじゃん。というより、トンネルのこちら側は全然降ってなかったって様子よね。それにこの花、なんかすごくない？森一面真っ赤だ。なんだっけ、図鑑で見たことある気が。これって彼岸花よね。確か、そうだそうだ、それだ。でも彼岸花って確か春じゃなく、そう、秋に咲く花。一体どういうこと？急ごう、すぐにここも雪が降ってくるはずだ。うん、この辺りにサキたちはいないようだな。こんな森の中に神社なんてさ、まさか。むしろ絶対に、おかしいわね。さっき人影は見えたんだけどな。ちょっとこの辺りみんなで探してみよう。見た目は普通の神社っぽいけど、なんかやっぱあれだ。邪神かどうかはわからないけど。なんだろう、動物？ちょっと判別がつかないけど、いろんな動物の模様が。おお、なんだこれ、狛犬？いや、犬か。こら、ミノルくん、今は写真なんか撮っている場合。でもさ、ミノル、撮影はやめておこうよ。みんな真剣にサキたちを探してるんだ。
早く咲さんたちを見つけてあげなきゃ。こんな場所できっとふわ、わかったよ。ほら、さっさと行くぞ。早く。あ、ごめん。すごいな。変わったご神体なんてそりゃ日本中にあるけどさ、タコを祀ったのとか、あと割とポピュラーなのでエッチな形のを祀ったやつとかさ。そういう話はやめないか。もう、それにしてもここって今回の課外学習の伝承。伝承？さあどうだろうな。さっき話した通り、ここには足を踏み入れるなって言われてるし、ただ地元ではここじゃ。そうなの？なんだ今の音、聞いたことのない音だったぞ。風で木か何かがきしんだ音だろ。そんなことより早く探すぞ。みんなあまり離れないように。
構大きいな。すごいなあ、これがな…いや、こんなものがあるなんて神社のすぐ裏だし、いくら禁足地とはいえ、誰かから話の一つでも聞いていておかしくないはずだが、ミユのやつ、いくらなんでもこんなとこ…いや、あいつのことだ。きっとこの中に入ったんだろう。それに先だって入っちゃいそうじゃない？面白そうとか言って。確かに。ミュウ。あ、だから勝手なことは。待て、カイト。一人で行くな。もたもたしてられっか。ミュウに何かあったら。僕らも行こう。おい、サキー、リョウ、いたら返事をして。いたいた。急いで行くから心配した。ああ、取られてるんじゃねえよ。俺らの目的は違うだろう。ああ、そうだったそうだった。ごめんな、つい。あ、どうも、はじめまして。誰？そう、君たち、ここは入ったら…あ、そういうあんたこそ、こん…ああ、心配しないでくれ。私はこの地域に伝わる獣神信仰。この祠は、獣神信仰にゆかりのある場所で…研究…調査？ああ、専攻は日本古代史で、この…じゃあ、教授さん…私なぞ、学会では異端視されていてね。それで？ああ、俺は他んとこ…あ、こら！修二さん、修二さん、